ドラゴンクエストウォークを楽しく続けるために最低限やることまとめ。はい、おはようございます。チーム手巻 TV です。ということで、今回は、ラーの鏡イベント、もとい、セラフィイベントですね。こちらでですね、細かいことは全部省いて、今後ね、ドラクエウォークを続けるにあたってモチベーションが下がらない程度に、絶対やらなきゃいけないことだけをね、厳選して、まとめてきましたんで、お話しさせていただきたいと思います。まあ、あとは、イベントの効率的な進め方とか、ちょっとね、落とし穴が一つだけあるんですよ。その注意事項とかもお話ししていきますので、よかったら資料を見てっていただけたらと思います。では、こちら。はい、ということで、ラーの鏡イベント第1章始まりましたね。最低限やることまとめということで、基本的にね、この赤文字で書いてあるところだけやってもらえればいいのかなと思っております。ということで、まずはね、このセラフィーの絆上げ。はい。これね、右の画面見てもらいたいんですけど、まあ、このラーの鏡でさ、真実を映し出そうとか、このね、下の画面6割ぐらいがこう、いろいろね、写真で埋め尽くされてますけど、まあ、今回のイベントね、ここじゃなくって右上のこのセラフィーとの絆。これがメインですよね。はい。こちら、絆効果リスト見ていきますと、レベル30で、こちら、ね。チョメの腕輪がもらえますと。で、怪人系への耐性 5%。これは取っておきたいですよね。そしてセラフィーの心もね、端々でもらえますので、まあ来週以降、この絆レベルが上限解放されていって、セラフィーの S ができたら、当然それもゲットしておきたいよね、と。いうのがね、もう今回のほぼメイン。ね。もうここで動画、切ってもらっても大丈夫ぐらい。ここがほぼ全てですよね。まあ、細かいところを補足していきますと、セラフィーの絆レベル上げ。これポイント効率かなり違いますんで、雑魚敵4ポイント、強敵10ポイント、祠15ポイント。セラフィーに話しかけて20ポイント、ゴロツキを倒すと 40%、メガモン50ポイントってなってますんで、まあ、ゴロツキをね、倒せるなら、結構、中心に倒してもらったらイベントが早めに進むのかなと思います。そしてさっき言った通り、レベル30でチョメの腕は必ずゲットしましょう。さらに来週以降でセラフィー。こちら A の性能がもうすでに見えるんですけれども、こちらね、HP は確かに高い。もうただ回復魔力が75ということで、ここから S に上がっても80ちょいにしかならないんで、なかなかね、回復性能でこの最強セットに入るような性能では残念ながらございません。で、右側の特殊効果見ていきますと、こちらもA の時点でスキル HP 回復効果 5% なんで、まあ、おそらくこれが 10% になることはないでしょう。まあ、7% フィニッシュと。まあ、バギの耐性とかヒャドの耐性。まあ、こういったね、緑色の中でも、この二属性、バギ、ヒャド、相手が使ってくるときには入れましょうみたいな。まあ、そんな感じのピンポイントの使い方になるんじゃないかと思います。まあ、あとはね、このイベントの心って、だいたい特殊効果がついてるものですから、特殊効果の新スキルがね、スキルがついてるものですから、今のガチャ吹き、このプニプニ肉球ロットに、ザオラル系がついていないということで、まあ、ここをね、補填する意味でも、セラフィーの心にザオラルがついてたら非常にいいのかな、なんて思っております。はい、じゃあ資料スライドしていきまして、このね、ラーの鏡イベントにも一応触れておくんですけれども、ラーの鏡イベント、こちら、今のところクリア報酬ジェムだけなんですよね。はい、この詳細見ていただくと、ジェム200個もらえますよということで、ジェムもちろん大事なんですけれども、まあ、必ずやらなきゃいけないことからはちょっと漏れると思うんですよ。うん、やり逃すと心に傷を負ってしまうことからは抜けると思うんで、まあ、ジェムだけって言い方がね、ちょっとごめんなさい、引っかかる人いたら申し訳ないんですけど、まあ、今んとこジェムだけ。まあ、でも来週以降、アクセサリーとか来る可能性があるんですよね。はい、来週以降公開されるクリア報酬がジェムだけとは、限りませんので、まあ、もちろんこれも今のところね、今週は絶対にやっておくべきだと思います。その上で要注意ポイント。これ昨日やった方はもう分かってると思うんですけれども、昨日やってない、今日からイベント始めるよという方にですね、このアドバイス、これね、プレイヤーごとに違いますんで、ツイッターで他の人の答えを見て、カンニングしてね、全部のヒントを集めないままクリアしようとすると、これ外しますから、ね。2000歩歩き直しになりますから、こちらね、必ず自分の、端末のヒントから答えを導き出してもらいたいと思います。ということで一応やっていきましょう。空中を漂っているようだ。武器は持っていないようだ。ビリビリバリアを使ってくるようだ。もうビリビリバリア？もう左上の目だやないかい。ということで、AR 使わなくてもできますので、こんな感じで、目だやろ？目だなんやろ？うん？このクイズを当てると、当たるような、大丈夫だよな。大丈夫ですね。イベントをクリアして200ジェム、手に入れることができると。で、ほんとね、この今んところのこの右下にさ、コンプリート報酬って書いてあるんだよね。この来週以降解放されるラーの鏡のこの写真たちを全部クリアして、この12枚。ね、12枚全部クリアしたとて、ラーの鏡の置物がもらえるだけなんで、ほんとなんだろう。かなりあれですよね、箸休みイベントの中でも、かなり密度の薄いイベントになってますので、まあ、新特級色のレベルを上げたり、13章で出てきたキラーマシン2の心を集めろと運営さんが言ってるような気がいたします。ということで、最後にヨーマ・ジュリアンテの心について解説していきます。はい、ということで、ジュリアンテですが、青色のコスト135の心になりまして、ステータス見ていきますと、HP が112、そこそこ優秀。力が92、そこそこ優秀。素早さが115、そこそこ優秀。器用さが140、かなり優秀っていう感じの、まあ、ブレス用の心ですよね。言ってみれば。はい、特殊効果もね、そのステータスとね、しっかりと噛み合っていて、バギ属性ダメージ 12%、ギラ属性ダメージ 12% になってますので、まあ、バギとギラのブレスが今後来るぞと。まあ、ギラブレスはもうね、竜王装備で来てるんですけど、バギブレスが来るぞと、来た時にめっちゃ強いぞというような心になってると思います。その他、ジバリア属性耐性 5%、未了耐性 5% もまあ一応嬉しいなと。いうことで、こちら、下にまとめてきたんですけど、ステータスは平均的に優等生と言えますし、器用さは全体2位なんですが、このバギとギラの属性で、これ物理で使うかっていうと、まああまり使う気はしませんよね。はい。まあ、ただ、ブレスの時の火力アップ率は半端ないんで、これ絶対確保案件になります。確保個数はズバリ1つ。まあ、これで十分だと思います。はい。ということで、確保個数含めて、これどういうことかと言いますと、右のゲーム画面見てもらいたいんですけど、ゴッドハンド、忍者、大魔導士、大神官並べてきたんですが、ゴッドハンド。まあ、こちらには青色の心ありませんので、まあ、基本的にゴッドハンドが、物理でね、バギとか、ギラで相手を殴るときにジュリアンテがつくということはないと。まあ、なので使うとしたら忍者ですよね。青枠だらけなんで、まあ、忍者を、物理火力色としてパーティーに入れるときに、ジュリアンテの心、まあ、普通に優秀なんで、入れた方がいいと思うんですが、まあ、パーティーに忍者が火力色で2人入るパターンって私今存在してないと思ってるんで、まあ、1つ以上取っても使う機会は今ないかなと。はい。なので、この物理武器に使うと思っても1個しか必要ないですし、まあ、忍者はね、やっぱ物理よりも、ブレスの方がね、この影縛りとかともめちゃめちゃ相性いいんで、そこがマジで待たれる心になっております。まあ、ただ正直ね、このもうジュリアンテがなかったとしてもさ、もうなんだろう。うん。このさ、もうすべてに使えるこの究極エビルプリーストとか、ね、この斬撃大義 10% で力115とか、その他の特殊効果モリモリとか、まあ、あとね、この斬撃だけでありますが、グリザード、ね、この斬撃 13%、大義 6%、さらに晴れの被害であと 3% みたいな。こういう全ての属性で使える心。まあ、キラーマシン2もそうですよね。ありますんで、まあ、心が充実している方にとってはね、この物理色のために、ジュリアンテを取っておくって必要性もほぼないんですよ。まあ、なのでね、もう必要個数は、一つで確定だと思います。ちょっと私いろいろ考えたんですけど、二つ以上、使うパーティーの構成が思いつかなかったんで、まあ、もしちょっと、いや、こういう場合は2個必要だよって意見があったら、これマジで俺ちょっとにわかなところもありますんで、コメント欄で教えていただけるとありがたいです。まあ、ただ物理で使うにせよ、ブレスで使うにせよ、忍者用の1個っていう感じなのかな。あ、まあ、ただあれか、ブレスを2人が吐きたい。パーティーで、バトマスも、忍者も、バトマスじゃないや、ゴッドハンドも忍者も、両方ともブレスを吐きたいって時に、まあ2個あってもかろうじていいかなと。ゴッドハンドがブレス吐いても結構強いんですよね。まあゴッドハンドが吐く時もあるかなっていう感じですね。はい、ということで、早速書き直しましたけど、必要個数、基本的に1個ですが、ゴッドハンドにブレスを打たせる可能性があると。いう方はですね、もう1個、まあ2個あれば、十分と思われますので、よかったら参考にしていただければと思います。はい、ということで、初日ね、勢いよく進めてきて、まあ、結構ね、生放送中、いろんな視聴者さんからね、情報を集めて、こねくり回した結果が、今回の、動画になりますんで、よかったらですね、グッド評価等で応援していただけたらありがたいです。ということで終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。